はい、どうも、こんにちは。沖縄おパパでございます。はい、ねえ、パナタン。ねえ、パナタン。はい、皆さんどうも、おこんにちは。沖縄おパパでございます。はい。えー、なんていうかね、これもね、あのー、あまりいいニュースではありません。まあ、いいニュースはないと思っていいと思います。はい。えー、いわゆるね、穀物です。 穀物来年も不足しますよというニュースでございます。これロイターが出してますね。世界的な穀物不足が来年もやってくるということです。はい。え、まあね、収穫はそこそこできてるところはできてるみたいなんですけど、まあ、それでもね、えー、まあ、インドなんですけど、まあ、インドはね、世界一の穀物供給国になってます。え、ここがね、<laughs> いわゆる干ばつで、え今、ー、日、あの、輸出制限してるんですね。えー、なんで、まあ、争いが熾烈になってるということです。あの、穀物をめぐるね。はい、えー、日本は買いま負けるでしょう。っていう、まあね。でもって、ここに来てですね、え真、ー、のお国が、めちゃくちゃ買い漁ってますと。昔から買い漁ってたんですけど、特にね、えー ここ、ここ、最近、とんでもない量を買い付けてるみたいです。はい。えー、小麦とトウモロコシが主なんですけど、まあ、米も買い付けてるでしょうね。あの国のことなんで。はい。米主食なんでね。はい。えー、まあ、小麦も主食ですけど。えー、ということでね。えー、まあ、買われてしまってますよっていうことなんですよ。 はい。ええー、まあね、あの国、まあ、それはそうでしょうね。えー、だってね、去年、あの、水害でね、お米が全滅しましたからね、小麦とかお米とかがね。なんで、そりゃ買うでしょう。買わないと食べていけないでしょう。はい。えーなんで、えー、まあね、C のお国が買い付けてるということになってきまして。えー、日本でもね、お米の価格徐々になんですけど、上がってます。はい。 えー、上がってますね。はいえ。で、昨日もね、言ったように、えー、穀物に関してはあまり良い見通しがございません。はい。昨日もこれ、あのー、ちょっとね、触れました。あまり良い見通しがございません。えー、で、えー、まあね、えー、本当にあのー、日本は、なんていうのかな、輸,輸入ですね。えー、買い負けてしまう可能性があるんで、 まあ、あのー、主食ですね。主食は多めにいい、まあ、備蓄をお願いしますということでございます。はい。えー、まあね、我々、まあ、備蓄しろって言ってもしない人はしないんで、もうそういう人々はね、まあ、お腹すいたって言った時に、もう政府からね、支給されるもので、えー、まあ、我慢するしかなくなりますよね。まあ、しょうがないです、それは。はい。えー、まあ、支給されればいい,いい方ですけどね。 でもってです、ね、まあね、これがまたホルムズ海峡とね、つながってくるんですけど、まあ封鎖されたら全部ね、なくなるんで、本当にあのー、もう本当に備蓄しないといけません。はい。そういうことです。えー、まあホルムズ海峡がやってこなくても、えー、まあいろんなものが値上がりしてるんで、まあ上がるでしょう。はい、上がります。 確実に上がりますでお米なんですけど賞味期限,期限切れても大丈夫です。はい真空だったらね、はいえー。真空だったら2年前のお米でも美味しくいただけます。はい。えー、うちで、えー、2年前の新米を食べてますけど、<laughs> はい。沖縄県産のね、2年、二年前とていうかもう3年前ですね。はい。えーえー、3年前のお,、まあ、お米でも真空パックなんで、全然美味しくいただけてます。 保管場所を工夫すればね虫湧きませんよ。はい。えー、真空にしてね、えー。そういうことでございます。えー、なんで皆さん本当にね、えー、今のうちに備えとかないと、まあ来年、再来年、2年間本当に大変なことになります。まあ来年よりもどちらかというと再来年の方がもっとひどいことになりそうなんですけどね。まあ風水的に見るとね。はい、まあなんで、 えー、まあ,あ食べる人もね食べる人もどん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 ね、えー、多分少なくはなってきますはい、えー、食物を必要とする人々もどんどん世界中で少なくはなってきていますしこれからますます少なくなると思います食料を必要とする人々がねまあ意味わかりますよねまあこれ以上突っ込まないでくださいね、えー、今世界中でそういうことが起きてるんでね はい、えー、ちなみに朝の雑談で言った朝っていうか先ほど言ったことなんですけど、えー、まあ,あ、いわゆるね、仮想ですね。仮想空間の仮想でございます。仮想の場に勤めていらっしゃる方が最近すごいと言ってました。はい。えー、人が、まあ、混んじゃってしょうがないということですね。あまり混んでは欲しくないことなんですけど、まあ、それでもね、混んでるんじゃん、混んでる。 ということでまあこれ世界的な傾向です。まあ C の国でもね例の白いハイハイでね、えー、混んでるみたいですしね。はい。日本にもどうやら入ってきたようです。えー、まあ白いハイハイがなくても混んでるみたいなんでね。1週間待ちとかザラみたいです。はい。えー、なので、えー、まあね、えー、これもね地域差あるんでね。えー、まあね、あれなんですけど。でも か結構待ってるみたいですね。皆さんね。えー、しょうがないですね。もうこうなってきちゃったんで、もう、ここら辺はね、まあ、まあ、しょうがないと思うしかなくなります。はい。えー、どうしようもできません。ここら辺はね。はい。えー、まあ、嫌だったらデトックスするしかないんですけど、それさえもしてない人が大半なんでね。えー、まあ、身内にはね、えー、こっそり、もしね、 えー、祭りだ祭りだってね参加しちゃった人がいましたら身内の方にはね、えー、それとなくねこう松葉茶とかチャーガチャとかを飲ませてあげてしまいましょうはいえー、まあ体にいいんだよと言いつつね今陰のフルフルが流行ってるからあそれ予防するんだよとか適当なこと言ってねえー、まあデトックスして差し上げましょうね はい、もうそれしかもう言いようがないんでね。はい。そういうことでございます。えー、まあね。えー、我々、えー、心してかからないといけない時期に入ってきました。で、えー、来年も穀物はあ見込めないようですね。はい。またエルニーニョが発生してるようなんで、えー、モーションになるかもしれませんね。 はい、えー。そういうことでございます。本当はね、エルニーニョってね、何、えー、て言うのかなあー。寒冷化するんですけどね、エルニーニョが普通来るとね。でも最近のエルニーニョはどうやら違うみたいですね。はい。えー、まあそういうことで、えー、来年も穀物の収穫が見,見込めませんっていうことがあー書かれておりました。皆さん備蓄頑張りましょうね。もうラストスパートです。はい。 それではまたごきげんよう、沖縄おばばでした。ね、あにゃ。ね、ばなたばなたね。